こんにちは、しずる TV です。今回は1月下旬に新色のピンクが追加されるセザンヌ UV トーンアップベースを含めたセザンヌの下地全種比較をパーソナルメイクトレーナーの池内ひろ子さんにレビューしていただきます。今回ご紹介する下地は3シリーズ8商品となっています。セザンヌの下地は全て800円以下で手に入るプチプラ人気下地です。日常使いしやすいラインナップになっていて、雑誌や口コミサイトで数々のベストコスメを受賞しているセザンヌの大人気アイテムです。それではひろこさん、よろしくお願いします。まず UV トーンアップベースです。 UV トーンアップベースはお肌のくすみが気になる方と紫外線を気にしている方におすすめの商品です。塗り心地はクリームのようで滑らかです。すっぴんで過ごしたいけれど何も塗らないのもちょっとって時に活躍します。ツヤが出てほんのり明るくなります。まず UV トーンアップベースピンクです。ピンク色はブルーベースの方におすすめです。お肌全体のくすみが気になる方はピンクでトーンアップしてください。次にホワイトです。ホワイトは肌色には関係ないのでどなたでもお使いいただけます。ピンクではくすんでしまうなという方やイエローベースの方はホワイトを選びましょう。次のシリーズはセザンヌ UV ウルトラフィットベース EX です。先ほどのトーンアップベースと塗り心地は似ていますが、 SPF が 30PA2+ とお肌に負担をかけにくい処方になっています。乾燥肌の方におすすめします。肌に負担をかけたくない、でも保湿をしたいという方におすすめします。時間が経ってもしっとりとツヤ感が残ります。ではまず1色目 UV ウルトラフィットベース EX00 番オレンジベージュです。パーソナルカラーではイエローベースの方におすすめします。オレンジは肌色をヘルシーに見せてくれる色です。クマが気になる方や赤みが気になる方はこのオレンジ色で肌補正をすると綺麗になります。次は01番ライトブルーです。こちらはパーソナルカラーはブルーベースの方におすすめします。ブルーベースの方が肌の透明感をアップさせたいときに使うと大変綺麗です。このシリーズ最後が02番ピーチピンクです。パーソナルカラーではブルーベースの方におすすめします。ピンクが血色感をアップさせてくれるので、ブルーベースのサマーさんで血色感がなくてお悩みの方や、ブルーベースでお肌をトーンアップさせたい時に血色感がついて綺麗な肌色に変わります。最後のシリーズが皮脂テカリ防止下地です。塗り心地が水のようにサラサラとしています。仕上がりはマットに仕上がりますので、お肌が油っぽくて悩んでいる方におすすめの下地です。逆に乾燥している方はお肌の突っ張りを感じるかもしれません。混合肌の方は部分的に鼻だけ、油が気になるところだけ使うと良いでしょう。まずピンクベージュです。ピンクベージュはブルーベースの方におすすめの下地です。ピンクの色味はそこまでは残りませんが、お肌が少し疲れている時などはピンクで血色感を出すとファンデーションのノリも良くなります。次はライトブルーです。パーソナルカラーはブルーベースの方が使うと透明感がよりアップします。ライトブルーは伸ばすとどちらかというと白っぽい仕上がりになります。最後にオレンジベージュです。パーソナルカラーはイエローベースの方が使うとヘルシーに美しく仕上がります。
こちらは皮脂テカリ防止下地の中でも保湿タイプになっています。マットな仕上がりでサラサラしていることは変わりませんが、時間が経った時にほんのりしっとりしています。お肌の油っぽさが気になる方、その中でもインナードライの方など、少し油を抑えたいんだけれども乾燥も気になるという方におすすめです。セザンヌの今回の下地は8商品もあって悩みがちですが、シリーズごとに特徴が分かれています。お肌の悩みで選ぶことをおすすめします。あなたの肌質で3タイプの中から選び、さらにその中で肌色の悩みに合った色を選びましょう。自分に合った下地を選んで、さらに綺麗なお肌作りにしていきましょう。セザンヌ下地全8種のパーソナルカラーはこのようになります。しずる TV では毎回専門家をお呼びして、プロならではのハウトゥーやレビューをお届けしております。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。